どうやらこの道を進んでいけば、アカリシティにたどり着けるようだな。だが、市長のアカリさんから、この地で農業をやってみないかと誘われてきたはいいが、ずんだ色のトレーラーでは、少々気合が入りすぎたかな。これはこれはずんこさん、ご無沙汰ぶりですね。うむ。アカリシティにて農業を始めるとの話を聞いたのだが、私が来たからには実り豊かな大地にしてみせようぞ。相変わらず頼もしくて何よりです。とりあえず農業の話はササラさんたちにも通してあるので、どのように開拓をしてくれるのか楽しみですよ。では私はすぐにでも農作業に取り掛かれるよう準備でもしとくとするか。そんでよう、どうして我々はこんなとこにおるんかのう。まあなんつうか、以前アカリシティ周辺の風向きを紹介したんじゃがな。おう。今回は産業としてここらあたりに工場を建てていこう思ったからじゃ。まあ町から見ると風下になってるんで、公害を受けにくい利点があるっつからねー。あとは地下水からも離れておるさかい、そういった汚染の恐れが出ないところも利点じゃ。地下水も本作から追加された要素ですが、いろいろと気を配らなければならんのじゃのう。ちゅうわけで、傾いた工場を建てるとか、創業する以前から景気が悪そうじゃから、土地を平らにすることから始めるぞ。斜めは斜めでも市民さんには右肩上がりな経営をしてもらいたいっつからねー。おっしゃる通りじゃのう。そういえばよう、産業地域といえばトラックなんかの往来が激しくなると思いますが、そういったことも考えて道を敷いていきたいところっつねー。まあそれは鉄道に関しても言えることなんじゃがな。おう。前回アカリホテルの近くに駅を建てたんで、さらにそれを延長させれば OK やで。なるほどっつねー。でもまあ、今まで輸入に頼っていた商品が市内で製造可能になったので、運送コストの面でも進歩しましたねー。じゃが、ものすんげー煙やぞ、お姉さんや。まさに、産業地域って感じっつねー。それではここからは、葵さんから要望があった農業を、アカリシティにも取り入れてみようかと思うんじゃがな。おう。ご覧のように地中には様々な天然資源が眠っておって、このうち農業に適した資源は黄緑色で表しておる肥沃な土地となるぞ。でもあれっつよねー、その肥沃の土地とやらはすでに何らかの開拓をしてるんで、まだ開拓してないこの辺りがベストっつかねー。そういうことになるの。まあそう言うてもお姉さんや。おお。その範囲内に入っておれば OK ってことさかい。細けえことは気にせず、好きにやったらええんじゃね。まあ、前作とは違って農地の形を自由に変えられるので、資源を最大限活かすようなこともできるっつからねー。つっても、アカリシティ最初の農地やから、無難に四角くしておこうかのー。おや、
食べ物センサーが急に動いたと思ったら、アカリシティにも農地ができたようですね。これは市長兼食べ物大臣として私が定めた安全基準をクリアしているのか確認しなければなりません。なるほどなるほど。なかなか自然豊かでいいところですね。おお、市長のあかりさんじゃないかい。農地ができたということで、これから農作業に入るところであるが、今回はどういったご用件かな？確かここでは、穀物を育てると聞いていましたが、安全で美味しいものを育ててもらえるよう、伝えに参りました。うむ。それは百も承知であるから、期待してくれて構わぬぞ。それを聞けて安心しました。これなら私の胃袋も満たされるということですね。農地を丸ごと食べてしまうのかい？